はい、こちらピアノマリオリジョーさんの銀鱗紅白、3歳オスでサイズの方が49センチです。お願いします。はい、新潟の寺泊さんの銀鱗紅白です。銀鱗紅白で大人気の寺泊さんの銀鱗です。こちらオスですが、オス池で飼ったためですね、もうすごくボリュームもつき、メスと並べても衰えるぐらいがないぐらいボリュームがついております。むしろ太いぐらいかもしれません。非常に太い声ですね。そうですね、幅もあり、もう8切れんばかりの肉がついております。色もよく、真っ赤、そして銀も吹きもよく、模様のいい銀鱗紅白じゃないでしょうか。非常に鯉の形もよく整っております。今回は品評会用ということで、即品評会に使えるような一品鯉を取り揃えております。はい、じゃあ寄ります。はい、幅があります。非常に重量感のありますね。紅が真っ赤です。隙などもないいい模様ですね。4段模様です。はい、すごい太鼓ありますね。全く押すとは思えないぐらいのこの厚み、いかがでしょうか。はい、こちらも、はい、あー、ごめんなさい、もう一回いきますね。はい、お腹の方は A です。はい、はい、すみません。やはり段模様なので綺麗に見えますね。重たいより白地も均等に見せて、の方がいいかなと思います。はい、ちょっと波立っちゃってすみません。そして非常にベルがもう仕上がって、そうですね、はい、銀もこういうベルの上の銀は飛びやすいんですけども、しっかり光っておりますので、プールなどで見ていただくとですね、もっとこの鯉の魅力が伝わると思いますね。非常に太みのある鯉です。はい、本当にメスより幅があるぐらいの鯉になるから気をしてますね。はい、いかがでしょうか。はい、こちら寺泊養鯉場さんの銀鱗紅白、3歳オスになります。サイズの方が49センチです。ぜひよろしくお願いします。